はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタッタさんですね。はい、ジャンボを2つですね、お待たせしました。じゃあ一個一個ね、開封していきます。今日もちょっとまあさすがにね、TV はちょっと時間がかかってしまうという状況だったんで、そんなに多くはないんですけど、今日 PB ね、午前中なるべくやってからグループブレイクやって、で発送して、まあ仕事的には完全に追いついたかなっていう感じですね。よいしょ。はい、じゃあいきますね。ね、トップスのね、ベースのデザインなんですね。うん。まあ、ベースキア届きましたらね、ご確認ください。この辺。あ、ここまで。はい、ここまでベースなんだ。ちゃんとわかりやすくていいですね、これは。で、ここがひっくり返ってる。はい。パープル。こっか。シリアルね。はい。199。アダム・ジョーンズさん。あ、インサートでサインがここに入ってるんだ。はい、セバロスさんですね。これはシマーなのか。199。インサートと、で、タイピー君とか、この辺がリフなんだね。ここにもう一枚アクアが入ってるな。はい、75シリアルですね。もうレギュラーはちょっと、はい。ちょっと時間が全然足りなくて2枚ひっくり返ってるのか、こうか。はい、これインサートですね。ローマン・アンソニーで青ですね。150でインサートで、リフ系があって、ホリデーね、エクスラクターなんだ、ケンドル女子。こういう感じなんだね。うん、わかりやすくていいな。あ、サインですね。コフィーさん、カッターコフィーさんで、マックス・クラークインサートとグリーンですね。デラ・サントスさん99。シリアルは結構なんか、あ、でもリフもこんなに出るのか。はい、150ですね。シリアルとかリフこんな出るんだ、すごいね。ワンパック単位でこんなに出るんだ。あ、エリック・チャベスとかもいいんだ。ねえ。これはサインがないパックか。あ、これ99って、これか。リフなんだかなんなんだかって。見分けつかないよねって。99です。パック1ぐらいで何かしら。シリアルはいそうですね。はい、コートですね。はい、カストロさん。で、インサート。で、175ですね。こうやって見てきゃいいのか。で、クロームがあって、クロームのまた下の方にインサートとかシリアルがあると、ここにいる。という感じですね。まあ、X フラクターでシリアルなし。で、クロームのシリアルありとか。そんな感じですかね。はい、ゴールドですね。うん、50。ああ、こんな出んだ。これがジャンボの特性なのかな。ね。で、あとクロームだもんね。うん。はい、一箱目終わりました。じゃあ二つ目いっちゃいます。ああ、これ、まあグループブレイク、うん。まあ、うん、ご自身で開ける系だよねって。これはでしょ。グループブレイクでボックスランダムとかしても、まあまだ分かんないからね、うん、この時点で。
はい、じゃあ2つ目です。まあホビーまだパーソナルベイクしてないからどんなんかわかんないですけど、はい、うん、これだね、99ね、謎の謎のリフラクター、シリアルリフラクターみたいな、まあ新基準を作ろうとしてんのかな。リフラクターシリアルなし、シリアルありみたいな。はい、マックス・アンダーソンですね、ボートラーいましたもんね。これ99ですね。はい、紙系のシリアルインサートサインはここにいるのかな。クロームのサインは出てないんだけど、クロームのサインいたら後ろにいるのかな。まあ、ちゃんとまとまってるよね。紙ベースあって、で、紙の150。うん。パラレルね。で、インサートあるじゃないですか。スキンさん。で、クロームがあって、ですね。うん、まあ、開けやすいか。開けやすいですね。まとめやすいし。アウトですね。はい、うん。サバシ屋さんもいるんだ。これ175ですね。あ、ジョージか。ね、彼かなり期待されてますね。あ、これか。ここにいるんだ。あー、なるほど。これオートでしょ。あ、違う。シリアルにも入ってんの。おー。150と75ですね。ああ、こういう入り方してんの。あ、面白いね。はい。エイダーミラーね。で、インサート、オルコット。X フラクターは箱1なんですかね。まあ、プロデビューも、まあ話題に、まあ初めの方はね、もう5999円でサイン何枚か、マックス・アンダーソンですね、はい、入ってるようなプロダクトで、まあ、あ、買ってくれるんですか、ありがとうございますっていうブランドだったんですけど、よいしょ。まあマイク・トラウトさんのねプロデビューでちょっと話題になって、そこからこう徐々にファンが増えていったという感じでしょうね。まあ、数年後ね、よいしょ。まあ野球でもアメフトでも何でもそうですけど、やっぱ天井を開ける選手というのが出てくるから、よいしょ。それがね、今は大谷選手だっていう。まあトラウトさん、ハーパー、ハーパーのがちょっと先だったかな。で、トラウトさんがボーマンクロームとか来て、ね。まあちょこちょこ合うのはいっぱいいますけどね。よいしょ。こんな感じか。こうですね。はい。ということで、ジャンボで3位は6枚ですね。マックス・アンダーソンが2枚ですけど、まあ、タッパも結構あっていい打者だと思いますんで。うん。はい、じゃあこちらで今日発送いたします。シリアルはめちゃくちゃ出るんですね、やっぱね。クロームのリフもすごい出るしね。なるほど、ありがとうございました。